では改めましておはようございます。おはようございます。今日はつまみ細工を教えさせていただきます。権田美智恵と申します。よろしくお願いします。ね、つまみ細工皆さん初めてされる方ばかりだと思うんですけれども、つまみ細工って舞妓さんのかんざしとか、そういったそこにもある七五三のかんざしとか、そういったものが主なんですね。でもそうなると着物着る方はいいんですけど、着物を普段着ない方になるとしまっておくものっていう風になっちゃうので、晴れの日だけ使ってしまっておくものってなってしまうので、もちろん晴れの日のかんざしも作るんですけど、洋服にも合わせやすいように今日は木綿の生地を使ってつまみ細工の一番基本の形を作っていきたいと思います。選んでください。どうぞ。はい、はい、いいですよ。順番で生地選んで、でやっぱりこの色ちょっと違うかもと思ったら、またどんどん交換してくださって構わないので。なんでそんないっぱい悩んで全部乗せて乗せてみた。こちらよりもすごい置いてたをちゃんと考えてやればね、どんどんくっつくなんて言ってます。本当だよね。ぜひこの続きをという方、今回参加した方対象ということで、でもいいし、次のなんかを考えてもいいし、でも考えてます。はい。うん